はいどうも、妖怪ちぷにぷに今回もやっていきます。300ポイントゲットやったぜ。はい、3赤使った無課金攻略、今回はねお知らせ来てますね。ついにラストチャンスということで、あと3日イベントあるんですが、ラストチャンス来ました。やっとなんか改善されましたね。4回目から ZZ 以上が1体確定になったんですけど、なんで最初から Z 以上確定してくれればいいのよ。ということで3日間ガシャね。で、この前のね、そう 30% オフガシャの方が確率良かったんじゃねえかっていうね、それはあるんですけど、まあ ZZ はいっぱい出そうなガシャだって感じがしますけどね。行きましょう。一応ね30連分気合で貯めたんで、で30連分貯めてもお宝、今私第6なんですけど、3個しかドロップしなくてね、なかなか難しいとこだなっていう感じですね。まあでもあと6個あるんで、33でねこの67は終わらしたいと思ってます。だからドロップしてくれって感じだけど、まあまあワイポイント貯まるからいっかってね感じですかね。じゃあちょっと運を落としていきましょうか。いやー最近ガシャ本当確率通りになってきてるので、どんなもんでしょう。本当は50連やりたかったけど30連になっちゃった。さあとりあえずは金、お金3個いくぜ。きっと止まるぜ。学園 YK、 おお限界突破。さあ金ポン、もう一丁うりゃ、おおセットうりゃ、おおこれも Z ぬらりっしょ。そうだから SSS 確定とかじゃなくていいから、もうどうせ Z は出るんでしょっていうね。きた。さあ ZZ 以上はこれで確定ですね。で今回持ってないのでいきましょう。ポン。さあ誰でしょう。いい音鳴った。おお多聞天来ました。多聞天いたらクリアできんのかな、どうなんでしょう。多聞天ゲットってことで、今ね蓮はいないのが確定しちゃったねあそこに蓮はいなかったから、もう蓮は出てこない。金からは蓮出てこない。あでもいいね。そうこいつさ復活のスキルで未だに使ってたんだけど、まああれ東京リベンジャーズが来てからクビになっちゃったけどね。さあ金ポン、おお Z 次は行くよ。ポン、うんいいね限界突破。さあラスト30連目多聞天には勝てんのかな。あやべ、そうか特攻なし攻略頑張んなきゃいけないんだ。めんどくせえめんどくせえって言っちゃいけねえさあでもあと20連ねもう一回やりたいなと思ってます。どうせ横取りのためにまた周回は頑張るんでね。ももだ、もも意外に強いんだよな。さあ行きましょう。ラスキンどっちか Z、 あーもうこいつが Z じゃん。ぬらりっしょでした。ということでちょっと今回のガシャどうなんでしょう。私多聞天いれば勝てんのかな。私特攻なし攻略全然やってないんだよね。しかも吉祥天しか持ってない。そう今回 ZZ ばっかりだったんだよな。まあ、ちょっと多聞天見て ちょっと今回の動画的にはちょっと終わらしましょうか。多聞天は特攻は、あでも特大特攻とかも来てるかもしれないので、
多聞天汚れにね、ダメージアップダウン、多分中アップの大ダメージダウン、ダメージは中で、アップは中でダウンが大だと思うんだよね。全消し一体攻撃、全種の妖怪プニセーリー。スキル2はミッションなんだ。自身の妖怪プニを詰める時、確率 75% でサイズ、サイズアップ系、これ強いよね。ということで、プニ工場の動力源の一つである北の歯車の守護神多聞天、感情に左右されることなくクールにさまざまな声に耳を傾け目の前の問題に取り組むということ。この多聞天ね、ちょっとなんかダサくてなんかあんまり人気ないですそんなこと言ったら失礼なんですけど、うん、まあただね、一応このガシャ的には今回ヌラリ師匠とか結構な、 Z がやっぱみんな出まくってんだろうな。ヌラリ師匠の必殺技がまた見れて、ゾディアックも見れる。で、モモも意外に強いんだよね。攻撃力とフィーバーゲージ上昇率アップというね。うん。という関係ですね。はい。で、一応特攻、特大特攻が多分来てると思うんですけど、来てるね。こっちか。レンの方ですね。まあ、そりゃそうだって感じだけど、はい。これで連やってる人は周回がすごい楽になるのかな。はい、そんな感じですけど、こっちの追加の方の多聞天については、特殊能力が中だね。中でただダメージダウン大なんで、中であとは勝てるかってとこですね。なのでまだ獅子王とリトルコマンダーを倒していないので、なるほど、これを特攻なし攻略でなんとか倒して、そっか、ただエルゼミキアのヌラリ師匠は絶対倒せないからな。なんで横取りがうまくあれでもどうすんだろう。この多聞天の追加スキルがミッション加わるんだ。なるほど。って感じなんだそっか、これで限界突破しつつ8回でね、はい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 、ということなんで、まあなんとかね頑張っていきたいと思います。まあ第7までいけば封印は、そう、まだやってないんだけどね、1個しかやってないんだけどそう、1個しか解いてないんかいって感じだけど、はい、そうだよな、ミッション頑張らないとな。はい、まあちょっとあと20連はやって、そんでね、はい、最後このイベント、まあこのダイナの宝箱は多分いけると思うので、あとはヒットポイント、まあ4個ぐらいでね、これで、はい、なんとか反撃6は解放できなくても1345でなんとかクリアしたいという感じであと20連はね、ちょっと9000ワイポイントぐらい貯めて頑張って、横取りも無事終わって、そんでね、このイベントきれいさっぱりクリアといければなと思っております。次はなんだろうな、ホロライブコラボが多分最後だと思うんですよね。ここ最近、進撃の巨人じゃねえや、エヴァコラボで2年連続終わってたんで、まあラストホロライブじゃないかなと思うんですけど、まあでも順番的にホロライブ次の可能性もあるんですけど、はい。まあね、横取りやればまたワイポイントもゲットできるので、なんとかね、3-3で終わらせれるように周回また頑張って、次のね、ラスト20連は ZZ は確定なので、これでね、はい、ZZ を引いて取り巻きを倒して、なんとか、はい、イベントクリアいければと思ってますかね。はい、じゃあ今回はこんな感じしましょう。最後までご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録お願いします。それではね、結構どうなんでしょう。第6の宝箱はあんま落ちないんですけど、これも5個落ちてくれるのかな。なんか第7もね、
6個目落ちたなんて方もいるので、はい、なんとか頑張っていきたいと思います。プニカミの闇コインもあるんだよな。 G コイン、これで特攻出ればいいんだけど、このコイン特攻入ってないんだよね今回のね、前回までだから、まあ、これは次のイベントでいいっすかな。はい、すいません、こんな感じでした。またお会いしましょう。さよなら。やっぱ50連しなきゃダメだね。ただ改善してくれたんでよかったですね、スタンプがね。前 Z だったよねこれね。よかった。もう9000貯めて頑張ります。